どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は2つのお知らせがございます。はい、いつも、ご案内させていただいておりますガズのウクレレたちの、予約と、販売が再開されるというアナウンスでございます。実はですね、毎月、中盤後半から月末にかけてのみ、予約と販売を再開させていただいているのがガズのウクレレたちなんでございますけれどもですね、今回の、日程はこうなっております。ドン10月23日土曜日の午後12時ちょうどから予約&販売再開となっております。はい、いつものようにラインナップこういうザーッと並んでいるんですけれども、はい、一番上の、ガズの初めてウクレレは、即販売になります。それ以降の下のやつはですね、これをベトナムで1本ずつ、ハンドメイドで、もじゃくんがハンドメイドでオールタンポンで作られているもので、こっちは予約、受付ということになります。で、今これ並んでいることこれ全ての解説ね、以前ちょっと濃厚に解説している動画があるんで、ちょっとこの後貼り付けるようにしておきますね。で、もう一個先に、もう一個目のお知らせをちょっとしたいと思います。二つ目のお知らせをしたいんですけど、それはですね、ベトナムのロックダウンが、条件付きながらも見事に解除になりまして、今一応フル稼働になってます。そして、さらに嬉しいお知らせとしてはですね、物流も止まってたんですよ。いろいろこう、荷物をね、送らないって。それも復活しまして、今まずですね、コロナ明け第一段目のウクレレたちがもう日本に今届こうとしている、そんなタイミングでございます。今ご予約注文いただいている方、皆さん、大変お待たせしておりますが、そんな感じで今もうね、リカバリするようにもうフルスロットルで、動いておりますので、その辺はね、もう、嬉しいお知らせだなということで、これ今日皆さんにシェアできて嬉しいなというふうに思っております。はい。そういうわけで、予約注文、と販売のことなんですけど、明日10月23日の正午、ここに、ね、リンク貼っとくからね、このリンク先で、ガズのわがままウクレレとか、いろんなウクレレのどんなことになってんだろう、どんな風なんだろう、ちょっと見ていただければ嬉しいかなと思います。ガズのウクレレたちのラインナップの詳しいウクレレの解説どうぞ。ちょっと全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日、2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズの、わがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ、前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まず、ピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ、同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、ウスレレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの、厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくても、めちゃくちゃデッカウトをする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレとウスレレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ、ウスレレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方を見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズのウスレレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そしていつも最近ガズが使っている、もうめちゃくちゃいいウクレレ、これガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ、この木目、ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで人ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのね、ガズモデルも選べるんだ、これボディの厚さとか。何
盛りだくさん。それとですね、あとセミオナウクレレっていうのがあります。セミオナウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそポジションマップの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。では、最後にもう一度確認します。ガズの初めてウクレレ、このリーズナブルで弾きやすいガズの初めてウクレレは、明日販売再開となります。はい。そして今ベトナムで、生み出されているガズのスペシャリティウクレレたち、ガズわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダー、ガズモデルは明日の9月24日正午に予約が再開となりますということでございます。はい、いかがだったでしょうか。もうガズのウクレレたちも今盛りだくさんでございます。皆さんお好みの1時台に、愛着のあるパートナーに、なっていただけるといいかなというふうに思うんですけれども、よろしくお願いします。確認ですけど、2021年の10月23日の正午からここの、ガズレレ公式ホームページのページ内にて、予約注文と販売再開になっております。よろしくお願いいたします。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか。ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛アマゾンでご購入いただけるような状態になってますので、ちょっとアマゾン内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは、本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。